将棋よく知らないんだよね。あのよく知らないのよ。解説してくんない？王様を倒す。わかりました。王様を倒す戦争です。これが王様。そうだね、こうね。え、あ、これでいいの？あ、これでいいかな。先手 CPU か自分か選べるじゃん。あ、ランダムかな。じゃあランダムにする。ランダムの方がいいでしょう。でこれでプレイするでいいかな。うん、とりあえず王将を詰ませばいいんだよね、相手の。動けないってすればいいんだ。よろしくお願いします。次打ったら絶対王取られちゃうっていうね。角道開けてきた。奴らには動ける限界がある。うん、そういった直進しかできん一歩。そうってこと。やべ、セオリー忘れた。アシストオンとか機能あるから。はい、それは斜めだ。そう、こいつはね、無限斜め。斜め行き着く先まで行けるっていうか、まあ、敵がいるとこまで行ける。うん。この。で、飛車？飛車は上下無限。あ、上下無限。十字？あ、うん、違う。十字。左右も無限なの？左右も無限やね。そう。無限上下左右。無限十字だね。その左右についてる。うん、左右の駒は分かんないや。左右、うん、あ、この香車、うん、こいつはね、無限まっすぐ、バック禁止。桂馬はトットッターンとトットッターンこいつはトットッターンね。トットッターンね。トットッターン。金将銀将は広いんだっけ。広い。金将はあの両後ろの斜めなんていうの、あの、いや、その時が来たらにしようかな。難しそうだから、ね、とにかく、でもその駒によっては歩兵がどいてくれないと動けないのがある。うん、逆に言えば歩兵に守られてる感があるものが結構ある。そうだね。やり方忘れちゃったな。なんか用語あったよね、最初に。あの角か飛車をなんかこっちここに置いてみたいなの。居飛車と振り飛車だね。ああ、覚える気が消えていったのは分かった。名前、そのやり方、初心者はまあこれをやったらいいっていうのは大体分かるんだけど、一個一個がどういう役割を持ってるかをもう覚えてないから。本当はそこから覚えなきゃいけないのに。あ、金がじわじわと。ドットターンだよ。ドットターンやらなかった。これなん、麻雀もそうなんだけどさ、やっぱ、うん、どうしてもさ、麻雀も始めるのに結構時間かかったけど、一戦するために覚えなきゃいけないのが多いとね、どうしてもハードル高くなっちゃうよね、やる人の。そうね。で今は歩兵の後ろにあいつをつけたのは、歩兵取られたらいいんか分かっとるんかっていう圧。そう、圧を今、ね、かけてる。でもここが動いたら角道がね開いてしまうんだよね。だとすると、うん、角ちょっと上げるか。角同士でなんか、あ、開けてきましたね、相手。ってことは角が動きたい状態になってるってこと、相手は。そうだね、その銀を取るために。じゃあ取ります。で歩を垂らすならこのまんまで待ってた方がいいな。角が取ってきても角で、やばいよ、覚え方させてる人おるぞって。次どうする。銀繰り出す。メリットは銀を前に出すとこっからの突破をしたくなできそうになるんだけど、ただデメリットとしてこいつが一気に、うん、ズバーンって取ってきて、しかも飛車も危なくなっちゃう。うん、銀を取られるのは嫌。あ、でもね、角や飛車の方がはるかに嫌。うん、なるほど。なんで？あの、強いから。シンプルに。銀は弱いの。まあ、うん、って感じ。銀は動きやすいイメージしかなかったわ。そうだね、動きやすくはあるかな。ちょっとじゃあ、押してみようかな。今ね、ここに今パワーを貯めてる。角で行くよっつって。今そいつ孤軍奮闘してる状態でしょ。そう、行きますか。はい、取られます。で裏返る状況っていうのは、うん、奥にたどり着いた時、あのね、ここまで3マス来た時にあの裏返ってなるんだよね。そう、なる、なります。で、そうきます。ここでクロートボクやるよ。そっか、歩を打つ。将棋って使えるんだ、取ったやつ。そう、自由に置ける。あ、好きな場所に、ある程度好きな場所に置ける。その3マス
かは無理。3マスとかなんか好きな相手の、あ、こことか、そうあ、打てる打てる打てる、あ、打てるんだそこも。へ、なんかそこチェストわからなくなる。飛車あげる、取ったやつを飛車に桂馬か、やだねー、それやだねー。角が、角が今ちょっとね絶望してる。いけ、チームらしい馬の羽生善治、よしこっち震えろ震えてる震えてるで、どうせこいつねもう寿命がやばそうなんだけど、あ、こうしましょう。飛車下げるよね。じゃああまり解説してないよね、聞かないとうん、ちょっとねそこまでペラペラ喋れるような腕ではなくてね、ビクビクしながらやってる、考えてるから。うん、でも考えてると喋れないんだよ。どうしようね。いや、形悪いね多分。どの辺が形悪いと思う？ね、飛車がまずこうやってウォリアーって攻めようとしてんだけど、うん、ここがこいつがね喧嘩打ってくれないのよ。もしこいつがこっち来てくれたらこいつで取る、うん、だんまり決め込んでる。そう、でもそれは飛車が来ることは分かってるから動いてないってことなんだよね多分。そうだね。白飯は藤井君でだって、やばい、おこがまってあるでもだよここ打ったらどう、今日強者に取られる、角をどうって何、あ、どうじゃない、ね、どう、どう、同じ場所を取ってくるよねみたいな感じ。ああ、ちょっと動かしてこれでやってきます。なった。だとしたら攻められてるね、だいぶ。地打って金が前出てきた場合、ここで、いや、ダメだな。赤くなったもの2個は放っておいていいの？いや、よくないよ。あ、これ終わりました。パワーアップしてる。うん、相手ね、パワーアップしまくってる。どういう風にパワーアップするの、赤いやつは？ね、動きやすさが変わる。あー、行動範囲がそれ変わるんだ、裏向けると。うん、やばくない？やばいね。これでこういって、でどうしようかな。僕は最後まで行きつけるのにその先で動けるようになる。うん、で角はどのように動けるようになる？角はね、無限斜めプラス近く全部。あ、なるほど。ただ飛車がうざいな、この位置。周りの8マスプラス斜め。あ、じゃあこうするか。おい、みんな、お、大手で逃げます。で金をもらいます。降参って。で降参まだしない。降参まだしない。参りましたってなる、勝手にやってくれるのかな、詰みですみたいなやつ多分ね。そろそろ桂馬上に出すか。でこいつが取ってくる、ここ位置まずいから、だとしたら一旦おやつ休憩入る。こうしようか。おやつ休憩いるかもしんないな。あー、めっちゃ来てるね。後ろに下がっても慣れるんだ。最初に行くときにいきなりなるんじゃなくって、一回置いて動くと、うん、最初はね普通にしか置けないんだけど、でそのこの3マスであれば1マス動かせば慣れる絶対に、うん、手前3マスで200勝目を取るんだ。うん、ここで銀打ったとしたら、こっちに逃げるかな。なりますか？はい、家って出るけど、ならない選択はあるの？ある。あえてならない方が強いって時もある。この場面では強いよねみたいな。うん、じゃあ大手金で取ってくる、ここが開く。対策しないと次取られるよっていう時に大手って言うんだね。そう。で逃げ場、ここが今封じられた。で攻め駒が足りない。攻めるための武器が足りない。甘いものが必要そうだね。必要だわ。将棋好きな人ってじゃあ甘いもの好きなのかな、はい、多分ね、甘いもの頭使いたいんだと思う。おじいちゃんとか結構甘いもの好きだもんね。麻雀、将棋など好き。大手打って大手打って。懐かしい、あやたま実況&プレイ、白飯食事係って。あ本来のあの役職ですよ。そうだね。こんなに喋ってるなんて、黙ろうかな、黙ってなんか食べようかな。コンビニ行ってきていい？ダメです。こう打ったら
多分王様が取る。で、そしたら打って王様来る、ここに歩打って、王がもし下がったら香車打つか。ここは救世主白飯が盤面を物理的にひっくり返してこよう。ちょっとそのモニターに手つくもの今から。そうしてくれ。パーンって引きずり出してきました。頑張って。で、こんな場所に王将が、王じゃないなこれ、玉だ。そう、そうやね、玉だね相手。A、B、A ダッシュ、B ダッシュみたいな感じで最初ダッシュついてるなと思った。玉だ。ああ、玉よこれ。いやー、攻めるためのアイテムが足りねえんだこっち。どうする。でもね、あんま今攻めずにいるとここが超やばいから。こいつがやばすぎる。そいつはどう動くんだっけ。これは何のなった姿だっけ。これはね、あの飛車。飛車ね。だから十字キー、こっちが頑張って攻めないと一気に次にパーンってこう打ってくるのよ。うん。で、あーやばいっつってどっちかで守るとかやるしかないから、うん、だからそいつ、そこら辺の王将の近くの迂闊に動かせないのか。その、そうだね、 こいつらはね今守備だからね。でも一番左角にいるやつはいいの。そいつは何で動く。どう、左角。あ、こいつ、こいつはね無限斜めプラス近く全マス。さっきの角か、角達筆になっちゃうと分かんないや。裏がると分かんなくなる。むずい。将棋の駒の形が違ったらよかったのに。むずいな、この歩が邪魔なんだな。いくか。で、無理やり、あ、なんか相手変な移動してんな。で、ここが封じられる。いいぞ。邪魔ってことはこの徒歩の人たちも結構いい仕事するんだね。うん。で、王手やって絶対動くでしょう。で、こうするでしょう。こうすると、来ます。勝ちました。お、勝ったって。はい、王手参りました。はい、勝ちました。よし。駒の大きさが微妙に違うから勢いで覚えよう。微妙な違いだよね、本当に。まあね。特にこのゲーム画面だと。やった。一発勝利。いいね。日本では本物の将棋駒と将棋盤を作って売ってるぞ、任天堂。へえ。あれ？これが次が。次が黄色。黄色ね。連続？うん。の方がいいんじゃない？じゃあ連続でいきます。そうか、今のがあれじゃねえのか。完全勝利じゃねえんだ。うん。それにトロフィーにもなってないからまだ。ああ。やばいとかじゃないか。角道を開けます。え、なんかその遊び大全は、うん、やばい CPU がゲームの内容によって全然違うらしくて、レベルが、はいはいはい、将棋はいけるんだったかな、何かがね、うん、もう一生棒1個しかないぐらいの感じ。が上がってくる。居飛車、あー居飛車やり方わかんないからな、ちょっとやめよう。ね、ギリギリ知ってんの振り飛車なんですよ。こういう飛車を横にブンって動かして戦うのが振り飛車、うん、でそれに対して飛車を動かすのにまっすぐこのままバーンって前に進んでいくのが居飛車。確かにうちら将棋配信に張り付いて見てたよね。見てた見てた、一時期ね。うん。足符はね、ちょっと。羽生田真治さん、あんなにホッとしてたのにトロフィーですらないなんて。ね、ちょっとね、想定と違ったわ。こうして、こっちに攻めてくるなら、あ、でも、ここは桂馬で打てるな。で、こっち来るとしてもいいから、だとしたら、歩の皆さんだ。おい、徒歩頑張れ。下がるよね。ここの歩はね、上に動かすとこいつがバーンってここまた取りに来てちょっとね危なくなるから、え、いっかいっか。あー犠牲にされる。その前に、その前にちょっと防御を高めとこ。銀出してきたね。銀同士が開ける、上げて
で、こいつを上げたとしたら、銀がもし取ってきたらこいつで取り返せばいい。角がもし来たら桂馬で取ればいい。で、前が開けば飛車が突っ込める。トトターンっていけるから。そう、トトターンで角を守ってくれてんだ、今。角のトトターンの位置に桂馬が控えてればいい。そう、一応守る、ね。角じゃなくてもいいけど、その何か。うん、でも右のトトターンは守ってないね、何も。こいつはね、逆に、こいつはね、移動可能な状態、こことここを守ってんだ。で、動ける。うん。で、桂馬はね、なんかあの、将棋の、たまにあの、YouTuber の見たりするんだけど、今でも。うん。タイミングを見てあげろとか言ってる。タイミングがわからん。控えてた方がいい。そう。特にここの桂馬。まあ、タイミングを見計らって、攻撃に参加させるといいですよって言ってるけど、タイミングは分かんねえんだっていうね今もしかしてトトターンだ。ね、こう移動して、こっちから、いや、こっち行って飛車来る。でもあの飛車はほぼ意味がないので、これで、あ、これやらかしたね。角が、じゃあトトターンじゃないわ違う、じゃあ待てよ。あ、ね、好きなやつを取られる。下がってきました。これで、行くか。行きます？どこへ？はい。うわぁ！で、隣元取っちゃうの？いや、無理。こうするとね、飛車が取ってくるから。ああ。じゃあ今、一発触発。そう。一触発。うん、そう。ここも開けるか。はい。攻めてくる。はい。守られる。で、こいつはもうね、役目が済んだので。今日はね、十分もう日本語喋ってきたからね、もう嫌なんだ。うまく喋れない。そうね、今日喋ってきたね。そう。ここは何もしないとひどいので、一旦また戻します。びっしり詰まってるね、そこら辺。うん。敵。でもね、相手まだね、守備が整ってない状態なんだ、これでも。うん、だから、いいはず。まあ最初からそうなってて動いてないという状態ってこと、これ。うん。知らんけどいいはず。知らんけど最速クリア。送る。角を、あ、わかった。わかってない。なるの？そいつ。ならずにここに置くと、あの、飛車桂馬どっちも取れるよってなるわけ。はあはあ、でも、これが桂馬取りに行きます。角でまた取ります。でもこの角は取る、届きます。で、こっちが損しちゃうな。だとしたら、ちょっと待てよ。ここに上げて、下がれるのは、桂馬が来たら。角以外いないの？下がれるのはね、ん？あ、違う。待って、下がれるやつは何種類いるの？下がれるやつは、あの、このね、歩と、香車と、桂馬以外は一応全部下がれるっちゃ下がれるかな。うん、下がり方にちょっと難があるやつもいるけど、小さめの駒は下がれる。ん、下がれない。こいつらは下がれない。下がれないね。こいつもこいつもこいつも、ここら辺なんとかできないかな。大きめのはこっちまで下がれるけど、癖が強い場合がある。はい、とあれ、金か銀か、なんか後ろだけ変な風に、あ、銀、銀か、銀は斜めに、斜め移動プラス前に1マス移動できるって感じ、うん、この盤面どうしたらいいの？何で困ってるかが分かんないな。なんかね、何していいか分かんなくて困ってあ、こういう時に桂馬上げるんじゃない、もしかして。はい、あ、あっち来ましたか。じゃあ、分かった、ならず、やかしたバカ、今飛車がいるの忘れてた。一手戻るがあるんですけど、一応すいません、ちょっとこれだけ許してください。うっかりミスね。うっかりミスです。あ、間違えた。うっかりミスです、今のは。もう一手戻る必要はないの？うん、これはね、もう一手はさすがにダメ。桂馬が来ちゃったのはもうしゃあないってこと？そうだね、こうします。で、綺麗に一手後のこと忘れたな。一個ね、ずれてたね、今なんか認識が。ここ香車、ここに香車打ったらどうなる？で、飛車がもし取りに来たら、
角で取れるから絶対飛車は避けるはず。避けた時にこの香車をどう生かすかだよな。生かせないな、特に。じゃあ打つ必要ないな。将棋やる人ってチェスもやるんかな。え、どうなんだろうね。でも強い気がする。チーってここ打つかっていうのもありますってことは、はい、桂馬が来ます。銀がだるいことになったな。やだな本当に。こう来て囲碁にも派生していきそうな話題、うん、なんかそういう系もねあんまり今まで。じゃあこうしよう。大手。そう、ああそっちが大手くんのか。しまったわ。相手がいるゲームはあんまりやってこなかったんだけどさ、でもさ、あのハリーポッターを昔読んでチェスやりたいなって思った。ああ、思って終わってるけどいや、なんか何回かやろうとしたけどね、やっぱり相手がいるゲームどうしても続かない。大手。思ってで取ってくる。リアルチェスしていこう。あれかっこいいよね。ちょっと持ちたいわチェスセット。よ、ああ、将棋ならあったっけ。うちにチェスもあったよ。チェスも将棋も、うん、お家にありました。リバーシもあるし、リバーシもあるし、何でもあるよ我が家大体。どうしてもなんか花札しか興味なかったなどうするでしょう。どうしましょう。ここに銀打ったとしたら、あ、こいつが生かされてないからな。もうそろそろなんかしたいんだが。今って何ゲームって言うんだ。台とかの上で。ボードゲーム。ボードゲーム系はあやたまが結構やってて、個人的にはカードゲームばっかやってた。やってたっけ。うん、カード系はもう大量にやった。あ、そっか。これはこうするしかない。賭けこそしないけど、なんかポーカー系で。うーん、なんかどんどん任天堂引き集めの花札じゃないだと。そう、花札はね昔からずっとやってた。あと100人衆やばいな。なんかカード系で結構弱いのがUNOですね普通のカードで言ったらそれが一番一般的だろうって言われそうだけど、UNO はちょっと苦手だね。リアルルイマも押していこう。だってリアルってどういうこと。ちょっと恐ろしいね次でもう罪はないかやばいね。でも相当やばいな。どうすりゃいいんだろう。そろそろこっちもね頑張って相手を大手ラッシュしないと、うん、まずいんすわ。今ラッシュ受けてるから。うん、取る。それってあの角だったやつだっけ。そう、こいつね元角。こうすると金がまず競り合ってくるだろうな。飛車でバコンってやったら、でもそいつ取っちゃったら銀も下がれる位置、金も取れる位置。どうその角は。どれ。さっき動く取っちゃおうかなって飛車にかざしてたじゃん。こいつがこうなった場合、うん、こうなった場合多分相手はね、この左にさ取られた駒あるじゃん、うん、あいつらを打ってこの辺でね詰ませる形を整えるんだよね。あ、そういうこと。今ね動けないのがここなんだよね王様が、うん、でもうちょっと打たれるとそいつがいるせいで、ね、そう詰むので、その前に相手を動かしまくらないといけないんだよね。とんでもないところでなってるねその人。上がっていきます。お化け吸い込みに行こう。ゴーストバスターズかな懐かしいね。ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズね名前しか知らないんだよね実は。え、ほんと。ゴーストバスターズはなんかあの金曜ロードショーとかで昔結構なんかやってた印象がある、うん、あれはちょっと見れた。うんとね、お化け系で見れるのがゴーストバスターズとホーンテッドマンション。はいはいはい。あとシックスセンスはちょっと目つむればちょっとはいける。あ、そうなの。うん、シックスセンス危ない。うん。でもその話としてはいいから、うん、別に。おお。そこら辺の。あ、終わったか。参りました。あー、無理だったね。むず。一回休憩する？そうだね。使ったでしょ。ちょっとあの定石調べてきていい？何？ちょっと待って。任天堂スイッチを平らに置いてプレイしてるときにひっくり返す。何？わかんない。わかんないけど今できない。今できないね。ドックに刺してるから。相手の手持ち強えだって。強かったね。相手がどんどんね強いの持ってたからね。あの、はい。
2チャーしてるよコントローラーが